こんにちは。前回に引き続き、日韓併合時代を実際に生きた方たちの証言を見ていきたいと思います。最後までご覧いただけたら嬉しいです。生まれも育ちも、朝鮮の新州市北朝鮮北部という林健一さんも、こう語っています。日本人による朝鮮人差別ということは、全くありませんでした。学校で、生徒同士は完全に対等で、上級生の朝鮮人が、下級生の日本人を呼び寄せて、お前は、服装がなっていないとか、説教することがたびたびありましたね。朝鮮を出て、日本の内地に行きたいとも思いませんでした。朝鮮の人々は良かったですし、私も居心地が良かったですから。将来骨をどこに埋めるかと聞かれれば、朝鮮と答えたものです。また、日本統治下の僧侶で青春時代を過ごした吉田泰さんは、こう語ります。近所の子供たちともよく遊びました。私は朝鮮の女の子たちの長く束ねた髪の毛が羨ましくて、私が触りたいと言うとよく触らせてくれました。何の区別もなく付き合っていました。仲の良かった思い出がいっぱいで、朝鮮人と日本人の間でいじめたりいじめられたりといったことは本当に見たことも聞いたこともありません。朝鮮はとても治安が良くて、日本人を襲う泥棒や強盗の話など聞いたこともありません。横暴な振る舞いなど一切ありませんでした。戦後になって日本に送還される時も、家財道具を盗まれることもなく、こちらから知り合いの人たちにあげましたし、彼らは皆喜んで感謝の礼を表してくれました。こんな素晴らしいことってあるでしょうか。世界に誇れることだと思います。孫子改名、日本人名を名乗ることを強制的にさせたとも言われますが、私の周りの朝鮮人は、皆終戦まで、ずっと朝鮮名のままでした。戦後の韓国で言われてきた歴史には、あまりに嘘が多いと思います。私は、ソウルで生まれ、青年になるまでソウルで生きてきましたが、日本人と韓国人が、基本的に仲良く生きてきたことは、双方の民族にとって誇るべきことだと思っています。朝鮮人と日本人は仲良く生きていた。また、同じく、日本による朝鮮統治時代を体験した韓国人のパクスンボクさんも、こう語っています。学校では、日本人生徒たちからも先生からも、差別されたことはありませんでした。今でも、日本人の同期生たちと会うと、彼らは韓国語で話したがります。今なお、それほど親しく付き合っている日本人の同期生が何人もいます。商業学校の恩師二人は、とても尊敬できる方でした。一人は松尾先生で、国語の先生でした。この先生は、韓国人、日本人に関わりなく尊敬されていました。卒業後、朝鮮殖産銀行に勤めましたが、差別的な扱いを受けたことは全くありません。工員家族全員で、地方の温泉地へ一泊旅行に行ったりもしました。日本人も韓国人も区別なく、みんな、仲良く楽しく遊んで過ごしました。日程時代にそんなことありえないと言われるかもしれませんが、過激な人や極端な人たちの一部での喧嘩や衝突はあっても、一般の日本人と韓国人のぶつかり合いなんか、見たこともありません。多くの日本人は、朝鮮人から家をちゃんと借りて住んでいました。日本人が、勝手に、韓国人の家を奪い取るなど、そんなことはなかったです。当時の日本人は本当に質素でした。私自身は当時の日本人に対して悪い印象は全く持っていませんでした。また、ソウルの慶城帝国大学、今のソウル大学で学んだ韓国人の民休宿さんはこう語っています。私は個人的には日本人と仲が良くて悪い感情はありませんでした。日本人が韓国人に恐怖を与えたとか、韓国人が日本人に殴られたとか、何か嫌がらせをやられたとか言ったことは、個人的には見たことも聞いたこともありません。日本人が、韓国人の家を奪って勝手に使うとか、土地や財産を搾取するとかいうことも、全くありませんでした。神社参拝については、何かの日には学生全部が連れて行かれました。行かなくても、別に厳しい文句は言われませんでしたが。また、日韓共同映画、愛の黙示録を作り、3000人の韓国人孤児を育てた日本人、田内千鶴子さんの生涯を描いた監督、キム・スヨンさんも、こう語っています。農場の日本人たちは、とても勤勉でした。日本人は、早くから科学的で、先進的な農法を使っていました。
日本人の経営する農場には韓国人たちもたくさん働いていました。日本人は日当をきちんと計算して渡してくれました。彼らはとても礼儀正しく、日当を支払わないようなことはまずしません。また清水市の中学や高校に通っていた万岳さんはこう語っています。朝鮮人は私一人でしたが、日本人の同級生みんなに親切にしてもらいました。日本人の先生には立派な方がいらっしゃいました。創始改名は昭和15年からのことでした。ほとんどの人が変えていましたね。しかし官庁に勤める人でも変えないからといってクビになるようなことはありませんでした。日本人が韓国人の生活を侵害するとか略奪するとか、そんな類のことは全くしませんでした。日本人は法に反することをしないようにと非常に気をつけていました。朝鮮人に助けられた思い出、さらに清水市の朝鮮人学校で教鞭をとっていた佐久間房子さんはこう語ります。朝鮮人家庭を訪問することはかなり多かったです。招待を受けて他の先生たちと一緒に行きますと、家族全員が出てきて丁寧にお辞儀をしてくれます。その丁重な歓待ぶりにはいつもこちらは恐縮するばかりです。この佐久間さんは戦後日本へ送還されるとき、朝鮮人に助けられた経験があるといいます。収容所の3畳ほどの部屋に8人で暮らしていましたが、何かの折に朝鮮人の元従業員たちが来てくれて、その度にこんな狭いところで生活しているなんてかわいそうだと涙を流してくれるんです。やがて送還船に乗ることができました。送還の時には下に住んでいた朝鮮人たちが泣きながら見送ってくれました。あの人たちの命を懸けた行為は一生忘れることはできません。このように朝鮮人に助けられた、親切にされたという日本人も非常に多かったのです。また朝鮮総督府の警察幹部だった坪井幸男さんは、かつて朝鮮で共に働いていた多くの朝鮮人と深い友情を持ち続けているといいます。坪井さんはこう言っています。彼らとは今も本当に良い気分で話ができるのです。こういう私たちの関係を日本は悪いことをしたとの見方をする人たちはどう見るのでしょうか。日帝時代に日本が朝鮮に対して悪いことをしたのであれば、警察部長をやっていた私などはその悪の最大のものと言われるでしょう。そうであれば彼らが付き合ったりするはずがありません。神社参拝についてはどうでしょうか。昭和18年から朝鮮総督府で働いていた工藤真澄さんはこう語っています。朝鮮では神社数が圧倒的に少なくて、神社のない地域がたくさんあるわけです。学務課では参拝するのかどうかについて議論されていましたが、強制へ向けて動くことはありませんでした。いずれにしても終戦直前の1年ほどの間のことです。その1年間ソウルでは朝鮮神宮に中学生以上が月に一度参拝するようにしていたかもしれません。平壌では神社参拝を義務にしたり強制したりしたことはありません。また朝鮮総督府には朝鮮人の職員も多かったといいます。工藤さんはこう語っています。朝鮮人とは同じ役人として一緒に座って仕事をしていましたし、朝鮮人課長の下に日本人課長補佐がいることもありました。そういう中で特に日本人と朝鮮人がぶつかり合うようなことは見たことも聞いたこともありません。日本人が特権的に振る舞える条件など全くありませんでした。また日本統治時代ソウルの慶城帝国大学で学んだ吉田道博さんはこう語ります。私は第15回の卒業生で、余暇の時のクラスには日本人が25人、朝鮮人が10人いました。同級生の一人にキム・ヨンソンがいました。彼とは特に仲が良かったです。キム・ヨンソンは戦後国会議員になりましたが、イ・スンマン政権の反日政策に反発して野党にあり続けました。彼は与党政権から弾圧を受けて監獄にまで入れられたんですが、田中総理がお願いして出ることができました。彼は後に駐日大使となって日本に派遣されました。日本人と韓国人双方の証言を聞いてきましたが、いかがでしたでしょうか。庶民レベルでもごく普通に仲良く付き合っていて、朝鮮総督府でさえ机を並べて共に働いていたんですね。もちろん
日本が朝鮮を支配した36年間において、両者の間に若干の衝突事件はあったと思いますが、現在言われているような極悪非道な悪事は、実際にはほとんどなかったということです。日韓関係がここまで悪化したのは、韓国においての戦後の教育が原因であると、この証言を見ても理解できるのではないでしょうか。そこには、韓国の初代大統領が選ばれた経緯と、米国の GHQ の思惑、イスンマン政権が体制を取り繕うためだったり、いろいろなことが重なって、日韓が仲が悪い方が都合がいい人たちが存在し、その人たちによって、歴史は改ざんされたということですね。皆さんはどうお考えでしょうか？ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。